鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔僕はダメってあいつはいいのそこに壁があっただけなのに生まれてしまったさだめ嘆くな僕らはみんな自由なんだから鳥のように情景テレビの中映画に見えたんだ戦争なんて愚かな今日も関係ない知らない国の話それならなんであいつに組んで黒い気持ちか